さっきですね。まあ、あの、トライアル生からですね、アウトプットの仕方。まあ、初心者で経験がないんだけど、アウトプットどうすればいいのかみたいな質問をちょっといただきまして。まあ、それは回答してるんですけども、ちょっと補足として、初心者の状態の時は、これが必要だよねっていうのを、ちょっと付け加えてお話しようかなと思うんですけども。まあ、これもね、よく言うんですけど、例えば医者がいるじゃないですか。外科手術をする医者ですよ。医者です。でも医者も、じゃあ、手術をするときって、 必ずファーストインプレッションあるわけじゃないですか。要は、一度もまだ手術したことがない、経験がないっていうお,お医者さんいると思うんですよね。どうですか最初、必ず一回はあるわけじゃないですか。その、そ,その、うんまあ、言葉はあれかもしれない。症状、症状みたいなのあるわけじゃないですか、ね。まだ一度もオペしたことがありません。でも、経験がないわけですよね。オペの経験が。じゃあ、その時に、ね、 ま、確かに経験はないし、オペの手術したことはありませんと。で、患者さんにね、すいません。僕、ちょっと初心者、初心、まあ、一応あの、東大出て、めっちゃ勉強もしたし、で、一応その練習で、まあ、人間ではないですけど、練習でいろいろやってきたんですけど、人間切るの初めてなんですよ、と。人間切るの初めてで、ちょっと不安で、ちょっと、内心ビビってんすよ。みたいなのを、ね。 まあ確かにさ、事実かもしれないけれども、それをお客さんに言ったら、まあ患者さんに言ったら、その先生からオペ受けたいと思います、まあ、絶対思わないですよね。でも、ファーストインプレッション、オペ、初めて人を切るっていうことを必ずするわけじゃないですか。経験がないけどね。じゃあその時に、どう振る舞うかなんですよ。 でこれ昔ね、堀江さんが、ハッタリの流儀っていう本を出してましたけど、それはね、すみません、その時はハッタリかますしかないです。うん。内心はですよ、不安なんですよ。初めて人を切る、オペをする、不安です。だけど、それをそのまま言っちゃうと、お客さんもめっちゃ、患者さんもめっちゃ不安になるじゃないですか。だから、それは、あの、大丈夫ですと、頑張りますんでと、と最善を尽くしますって。 ね、内心は不安だけど、初めて人をオペするのはたあの不安だけど、ね、そこは言わないといけないですよね。先生として。うん。だから最初は経験ないときはそこが結構大事なんですよね。そこを言えるか言えないかなんですよ。で、それを言えるように練習するってことですね。うん。自信がないじゃないですか。経験もないから。だから練習するしかないですよ。で、練習、だから、まあ僕はすみません。スポーツやってたんで、まあ試合出るときね、何を糧にするかっていうと、 あの、練習してきたっていうね。<laughs> こんだけ練習やったんだから大丈夫だって望むしかないんですよね。でもそれを全く練習してなかったら、何を自信、何を糧に持つのか、何を、うん、よくね、根拠がない自信を持てって言いますけど、練習したという根拠がなくてね、試合に勝てますかっていうね、そういうのもあるじゃないですか。<laughs> だから、甲子園甲子、甲子園とかもね、あの甲子園球児とかもめっちゃ練習してきてね、甲子園出るときにね、俺たちはこんだけ練習してきたんだっ、つって、その、 練習量だったら練習頑張ってきて死に物売りいで頑張ってきたっていうところを糧にして試合に臨むわけじゃないですか。だから先生も、じゃあ初めて人を切りますオペするときも多分いっぱい練習したと思います。不安だから。だってもう間違っちゃダメじゃないですか。人を切る、ね。今までは動物とかなんかやってたかもしれないです。でも人を実際やるってなった場合、ミスは許されないですよね。許されないというか、まあ、どう頑張っても無理なオペもあるかもしれないですけども、でも、 ね、きついじゃないですかミスるとだからそのためにいっぱい練習していろんな例えば何すかねまあ僕は医者,医者じゃないですけどあの医者のドラマとか見るとなんかそのねその,あのプロの先生もう経験値が何十年っていう経験の人のオペ手術の動画をめっちゃ見てあこうやんだなみたいなねこうやってめっちゃ練習多分めっちゃ練習しますよこうやってやってるはずですよ不安だからうんでもその不安を お客さんに出さないってことですね。大事なのは。うん。で、これね、まあちょっと古い話ですけども、僕がね、高校生の時ですよ。僕が高校生の時に初めてアルバイトをしたんです。アルバイト。人生で初めてお金を稼ぐっていうね。アルバイトをしたんです。ちょうど僕はまあちょっとスポーツやってまして、まあ、高校の引退杯が終わって、まあ、卒業、引退杯が終わって部活はまあ、ちょっとね、落ち着くんで。 で、バイトしようっつってね、バイト始めるわけなんですけど、僕一番最初にやったバイトってスーパーのレジだったんですよ。で、いい人生で一番最初にスーパーのレジ、そのバイトやったんで、いまだに覚えてますけども、やっぱ緊張するわけですよね。バイトだみたいな。初めてだみたいなね。めちゃめちゃ緊張するわけですよ。で、スーパーのレジなんかはお客さんの前に立つじゃないですか。緊張しますよね。で、その時にチーフに言われたことが、今も覚えてるんですけども、まあお、お教わった。 人ですね。で、なんて僕、僕、まあ高校生、僕高校生で、他の高校生もいたんですけども、そのチーフがね、僕たち高校生に言うわけですよ。君たちはね、確かに高校生だと。で、まあ初心者だしね、まあこれから覚えていかないといけないと。ね。だけど、あの、レジに立ったら関係ないよと。お客さんの前に立ったら関係ないよと。だから、あの、経験がなくても初心者だったとしても、意識はプロ意識持てっていうね。 結構、覚えてるんですけど <laughs> そう、だからそれは、まあ、その時は、なんかす、頑張ろうみたいなやってましたけど、それからもう何十年後ビジネスをこうやる上で、いろんな勉強をしていく中で、あ、そういくばあんなこと言ってたな、みたいな。思う、で、その、なんか繋がったというかね、あ、大事だなっていうところですよね。まあ、それそうですよね。高校生でも関係ないですよね、お客さんからすると。うん。 ね、その初心者でも関係ないですよね。うん、だから、意識はプロ意識を持てっていうことをね、言ってて、まあ、それいい言葉だなとは思うんですよね。高校生でも関係ないと。お客さんの前に立ったら関係ないよと。プロ意識は持てという話をしてくれてたんですけどね。うん、だから、その、なんですかね、えー、これからビジネスをやっていくんであるならば、僕、経験ないんです、初心者なんですっていう人にお金払いたいですかって話なんですよ。 僕まだオペ一回もやったことないんで初心者なんです、うん。ちょっとオペするの不安なんですっていう先生にオペ頼みたいですかって話ですよ。でもその時は必ずあるんです誰もが。そのオペする先生も必ず一回目あるんですよ。ファーストインプレッション。人体を人、人人を切るっていうのはね。必ず何かあるんですよ。でも不安ですよ。だからその不安を払拭するためにいっぱい練習するんですよ。それしか方法ないと思いますよ。 うん、僕はね、うん。だって人間って感情もあるし、ロボットじゃないので <laughs>、経験もない、何もない状態で不安しかないですよ。人間なんて。ロボットじゃないから。だからそれを克服するためには、ある一定の、まあ、練習をしないといけない、した方がいいよねって話です。でもそれは人それぞれ変わるじゃないですか。一回練習、なんか才能があってね、センスがあってね、いや俺一回練習したし、みたいな。でもはやね、もうめちゃめちゃ才能ある人はね、 あのいや練習しなくても勝てるよみたいですね。<laughs> まあそういう人も中にはいるかもしれないですけど、それはもう本当に一部の人なんで、IQ が300、200とかね。まあ運動神経クソいいとかね。わかんないですけど。<laughs> もう一部の人ですよ。うん。ゴッドハンド。生まれつきのゴッドハンドみたいなね。練習しなくてもオペババババーみたいな。だあんまいないと思いますけどね。本当に一部の一部だと思います。でも必ず何かやってますよ。うん。 はい。ということで、まあ、最初のインプレッションで、どういう気も、まあ、その意識で、こう、やっていかないといけないのかっていうことですね。でも僕もいろんなお客さん見てますけど、やっぱり、初心者なんで、経験がないんで、っていうことを、やっぱ、こ、一番前に出しちゃうんですよ。で、その気持ちはわかりますよ。僕もその時期はあったんで。でも、ビジネスっていうところで、しっかりとお客さんに商品を提供するっていうことになって、自分でお金を稼ぐってなった場合は、 それじゃやっていけないですよ。初心者を前面に出しちゃったら。経験がないからっていうことを前面に出したら。うん。だこれはすみません。ちょっとい、あの経験はないけど意識は持てるよねっていう話です。初心者でも意識は持てるよねって話です。プロの意識はね。うん。それは意識するかしないかの話なんで。初心者です。僕経験がないんですっていう意識に持っていくのか。いや、初心者経験はないけれども、 こうやるんだってていうう意識はは持てるとは思うんですよ、うん、だけど、自信がない,いそう。そうは思っても自信がないから練習するしかないですね。うん。だもうこれ以外の克服方法はあんまないと思いますね。僕は。人間は感情の生き物なんで。だ相当鋼の心というか、ロボット的な ものを持ってるんだったらね、ロジカルシンキングに全部、ロジカルシンキングに何もビビらずね。ただ、綱渡りとかもそうじゃないですか。なんかこれ面白いんですけど、僕、カイジ好きなんですけど、逆境怪獣がね。で、カイジのその綱渡りのなんかシーンがあるんですよ。で、あの、最初はその綱渡り、その綱渡りをしていくっていうゲームがあってね。で、最初は落ちても死なないっていう綱渡りなんですよ。 で次が、落ちたら死ぬという綱渡りというか、平均台を渡るみたいな感じなんですけど、棒の。同じ綱渡りでも、高さが違うだけで全然感情が違うんですよね。だから、怪ジがね、全然違うやんみたいな。落ちたら死ぬという状況で全然違うやんみたいな。でも、やってること,と一緒なんですよ。やってることは棒をこう渡るっていうだけなんですけど。<laughs> だけど、落ちたら死ぬという状況下では、その受ける感覚、感情が全然違うっていうね。 でもそれが人間じゃないですか。うん。やってることは一緒でも状況によって変わるだろうし。うん。だからそれをやっぱ克服するためには、例えばじゃあ高いところでね、平常心で渡るためには、じゃあ高いところで何度もこう渡るっていうことを練習することによって慣れていく。そして平常心でも渡れるってわけじゃないですか。うん。いきなりその、難しいですよ。<laughs> ね、落ちたら死ぬっていう状況で渡れって言ってもねもう渡れる渡れるけどよくなんかなんかあの高いところにねなんかガラス張りのなんかあるじゃないですか東京タワーだったかな東京スカイツリーかちょっと忘れましたけどなんかガラス張りでねまあそれ別に落ちないんだけどガラスのガラスの上に立って下見ると足すくむみたいなね落ちないですよ落ちないけどガラス張りでねっ そこにこにに立つとななんか怖いいみたいになるっていうねでまあちょっといろいろ申し上げましたけどまあ最初の状態の時にどういう意識でビジネスを取り組んでいかないといけないのかって結構大事なんで補足として解説させていただきました。では。